2-3。その時、野々宮君は三四郎に、覗いてごらんなさい、と勧めた。三四郎は面白半分、石の台の2-3軒手前にある望遠鏡のそばへ行って、右の目をあてがったが、何にも見えない。野々宮君は、どうです?見えますか?と聞く。一向見えません。と答えると、うん、まだ蓋が取らずにあった、と言いながら椅子を立って望遠鏡の先にかぶせてあるものをのけてくれた。見るとただ輪郭のぼんやりした明るい中に物差しのどもりがある。下に2の字が出た。野々宮君がまた、どうですと聞いた。2の字が見えます、と言うと、今に動きます、と言いながら向こうへ回って何かしているようであった。やがて、どもりが明るい中で動き出した。2が消えた。後から3が出る。その後から4が出る。5が出る。とうとう10まで出た。すると、どもりがまた逆に動き出した。10が消え、9が消え、8から7、7から6と順々に1まで来て止まった。野々宮君はまた、どうです?と言う。三四郎は驚いて望遠鏡から目を離してしまった。どもりの意味を聞く気にもならない。丁寧に礼を述べて穴蔵を上がって人の通るところへ出てみると、世の中はまだカンカンしている。暑いけれども深い息をした。西の方へ傾いた日が斜めに広い坂を照らして、坂の上の両側にある高価の建築のガラス窓が燃えるように輝いている。空は深く澄んで、澄んだ中に西の果てから焼ける炎が薄赤く吹き返してきて、三四郎の頭の上までほてっているように思われた。横に照りつける日を半分背中に受けて、三四郎は左の森の中へ入った。その森も同じ夕日を半分背中に受けている。黒ずんだ青い葉と葉の間は染めたように赤い。太い欅の幹で日暮らしが鳴いている。三四郎は池のそばへ来てしゃがんだ。非常に静かである。電車の音もしない。赤門の前を通るはずの電車は大学の講義で小石川を回ることになったと国にいる自分新聞で見たことがある。三四郎は池の旗にしゃがみながらふとこの事件を思い出した。電車さえ通さないという大学はよほど社会と離れている。たまたまその中に入ってみると、穴蔵の下で半年余りも高専の圧力の試験をしている野々宮君のような人もいる。野々宮君はすこぶる質素ななりをして、外で会えば伝統会社の義手くらいな格である。それで穴蔵の底を根拠地として金然とたゆまずに研究を専念にやっているから偉い。しかし望遠鏡の中のどもりがいくら動いたって現実世界と交渉のないのは明らかである。野々宮君は生涯現実世界と接触する気がないのかもしれない。要するにこの静かな空気を呼吸するから、おのずからああいう気分にもなれるのだろう。自分もいっそのことを気を散らさずに生きた世の中と関係のない生涯を送ってみようかしら。三四郎がじっとして池の表を見つめていると、大きな木が幾本となく水の底に映って、そのまたそこに
青い空が見える。三四郎はこの時、電車よりも東京よりも日本よりも遠くかつ遥かな心持ちがした。しかししばらくするとその心持ちのうちに薄雲のような寂しさが一面に広がってきた。そうして野々宮君の穴蔵に入ってたった一人で座っているかと思われるほどな石箔を覚えた。熊本の高等学校にいる自分もこれより静かな竜田山に登ったり月見草ばかり生えている運動場に寝たりして全く世の中を忘れた気になったことは幾度となくあるけれども、この孤独の感じは今初めて起こった。活動の激しい東京を見たためだろうか、あるいは三四郎はこの時赤くなった汽車で乗り合わした女のことを思い出したからである。現実世界はどうも自分に必要らしいけれども現実世界は危なくて近寄れない気がする。三四郎は早く下宿に帰って母に手紙を書いてやろうと思った。